天皇皇后両陛下が先月100歳で亡くなった三笠宮様の墓前で拝礼されました。両陛下は5日午後、東京文京区の豊島川岡墓地を訪れ、母主の代理を務める三笠宮家の明子様の出迎えを受けられました。まず陛下が墓前に進み出て玉串を受け取り、深く拝礼されました。 続いて、皇后さまも拝礼されました。その後、両陛下は妻の百合子様に声をかけられ、百合子様も車椅子から立ち上がって聞かれたということです。また、これに先立ち、連想後1日墓所祭が行われ、皇太子様、秋篠宮様ら皇族が拝礼されました。